氏沢和幸は、日本の弁護士、人権擁護委員。青年法律家協会議長、国際放送協会人権協会共同副議長、ニュースフォーザ・ピープル・イン・ジャパン代表、共同通信社幹事等を歴任。群馬県桐生市生まれ。埼玉県立浦和高等学校を経て、一橋大学法学部卒業。1986年から88年まで。 青年法律家協会議長。人権派弁護士として、NHK 受信料不払い訴訟、石に泳ぐ魚事件、西山事件情報公開請求訴訟、生活ホットモーニング訂正放送請求事件などに、携わり、築地市場移転問題裁判原告団長、神田駅長公家か差し止め訴訟弁護団代表等を務めたほか、広島大学大学院国際、 協力研究科兼任講師、上智大学新聞学部兼任講師、東京経済大学兼任講師等を経て、2004年から山梨学院大学大学院法務研究科で教授や特任教授として教弁を取った。国際放送協会人権協会共同副議長、日本弁護士連合会国際人権委員会、副委員長、日本弁護士連合会人権と報道調査。 研究委員会委員長、東京弁護士会人権擁護委員長、共同通信社幹事、同社報道と読者委員会委員、フジテレビ番組審議会委員、日本ペンクラブ理事、市民メディアニュースフォーザーピープルインジャパン代表、ソフロン福島の子どもたちを守る、法律家ネットワーク共同代表等も歴任。ありがとうございます。